ニコライ・ボルコフ、ニコライ・ボルコフ、ニコライ・オルコフ、本名、ヨシップ・パワーゾービッチ、1947年10月14日から2018年7月29日は、クロアチア出身のプロレスラー。北米25、ロシア系ニミックのパワーファイターとして活躍した。日本では、ニコリ・ボルコフと表記されていたが、より原音に近い発音は、ニコライであり。 本校の記述もそれに準ずる。ユーゴスラビア併合後のクロアチア共和国の出身で、父親はイタリア系クロアチア人、母親はロシア人である。ユーゴではウェイトリフティングの選手として活躍し、1967年にオーストリアのウィーンで行われたトーナメントに参加した。あと、カナダへ越境。カルガリーのスタンピードレスリングにて、 スチュハートのトレーニングを受け、1968年9月20日、後のパートナーとなるニュートン・タットリーを相手に、ジョー・クロアチアン、ジョエ・クローションの名義でデビュー。翌1969年、ベポ・モンゴル、ベポ・モンゴルを、リングネームに、ジート・モンゴルと改名したタットリーとのモンゴル人気味の、の悪役タッグチーム、ザ・モンゴルズ、ザ・マングルズを結成して、アメリカに進出。 1970年より、WWWF に登場し、6月15日に、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、ビクター・リベラトニー・マリノを破り、WWF 世界タグ王座の前身である、WWW 界インターナショナルタグ王座を獲得。1972年7月には、ザ・モンゴルズとして、日本プロレスに初来日、7月30日に福岡、 スポーツセンターにて、坂口誠二の UN ヘビー級王座に挑戦している。その後、ジートとのタッグを解消して、シングルプレイヤーに転向。後任には、後にマスクドスーパースターやデモリッションアックスとして、活躍するビル・イーディが、ボロモンゴルを乗って加入。1974年1月、ロシア人リミックの大型ヒール、ニコライ・ボルコフ、ニコライ・ウォルコフに変身して再度。 wwwf に登場。フレッド・ブラッシーをマネージャーに迎え、3月4日と4月1日の MSG 定期戦において、ブルーノ・サン・マルチノの wwwf ヘビー級王座に連続挑戦した。同年8月には、ブラッシーと共に新日本プロレスに来日。タッグマッチでアントニオ・イノキからホールマッチを収め、9月10日には愛知県体育館にて、 シークオブシークスオブバグダッドと組み、イノキアンド坂口誠二が保持していた北米タック王座に挑戦した。翌1975年は、ボリス・ブレジニコフ、ボレス・ブレズニックフの変名でアワに登場。ボビー・ヒーナンをマネージャーに迎え、クラッシャー・リソワスキー、ダリー・ヘニング、ビル・ロビンソン、イワン・ピトスキーらと交想、ドイツ系ヒールのバロンホン・ラシクや、ホースト・ホフマンとも共闘した。 同年下期からは、リングネームを、ニコライ・ボルコフに戻し、ジム・バーネットが主催していたの意見の、ジョージアチャンピオンシップレスリングに参戦、9月23日に、マイク・マッコードを破り、モイ、ジョージアヘビー級王座を獲得した。10日後の10月3日にミスターレスリング2号に敗れて、タイトルを失うも、同月25日には、ブルート・バーナードと組んで、リック・スレーターボブ・オートン・ジュニアから、 無メ名コンタグ王座をダッシュしている。1976年6月より、WWWF に戻り、10月25日の MSG 定期戦にて王者ブルーノ・サンマルチノに再挑戦。以降、1970年代後半は、WWWF に定着、チーフジイストロンボービリー・ホワイト・ウフが保持していた、WWWF 世界タグ王座にも、遠赤や、 スタンスタージャックと組んで再三挑戦した。新日本プロレスにもたびたび参戦しており、1977年3月開幕の第4回ワールドリーグ戦ではマスクドスーパースターとの新旧モンゴルズ対決も実現。1978年4月開幕の第1回 MSG シリーズでは予選トーナメントで星野貫太郎と徴収力を下して、 決勝リーグに進出、総当たり戦で、アンドレザ・ジャイアントとも対戦した。1979年4月17日には、ペンシルベニア州アレンタウンにて、アメリカ遠征に来ていたアントニオ・イノキの NWF ヘビー級王座に挑戦。同年10月開幕の闘魂シリーズでは、タイガー・ジェット・シンも共闘した。西側諸国のモスクワオリンピックボイコット問題で、 ベーソレーセンが最高潮に達した1980年には、エディ・グラハム主催のチャンピオンシップレスリング、フロム・フロリダにて、イワン・コロフ・トロアジンタッグを結成。ジャック・ブリスコとジェリー・ブリスコの兄弟チームから追い、フロリダタッグ王座をダッシュして、大ヒールとなる。アレックス・スミルノフ、バロン・ホンダ・シク、ハンス・シュローダーとも、反米ユニットを結成し、ダスティ・ローです。ディック・マードック。 バグジー・マグロー、マニー・フェルナンデス、ボボ・ブラジル、ブリスコ・ブラザーズらと構想を展開した。1981年の下置きからは、フロリダでも共闘していたロード・アルフレッド・ヘイズを、マネージャーに、ロシア系ニミックのセンガツ・クリス・マルコフとのコンビで、ジム・クロケット・ジュニア主催のミド・アトランティック、チャンピオンシップ・レスリングに参戦。6月27日に、ノースカロライナ州シャーロットにて、 ヒューイ・ロバートソーンジョニー・ウィーバーを破り、ウンミッド・アトランティック・タック・オーザを獲得した。1982年1月には全日本プロレスの新春ジャイアントシリーズに来日。2月3日に横浜文化体育館にてニック・ボック・ウィンクルと組んでジャイアント・ババージャンボ・ツルダのインターナショルタック・オーザに挑戦した。同シリーズには 前年末に新日本プロレスから全日本プロレスに引き抜かれたスタンハンセンも参戦しており、1976年に共に WWF 県をサーキットしたことのあるルコフがハンセンのパートナーを務めた。以降は日本での活動の場を全日本プロレスに移し、1982年10月9日には高知県民体育館にて同じく WWF 時代の名優である、ブルーザー・ブロディとのんびで、インターアタックに再挑戦。1983年5月19日には、アコーシにて、ツルタの UN ヘビー機王座に挑戦し、破れ走ったもの,のツルタを片腕で、ネックハンディングツリーに吊るし上げるなど、桁外れのパワー殺法を披露した。記米後は、ビル・ワットが主催していた、ムズウィに登場。 当時のロシア系ギミックの新鋭だったクラッシャー、クルスチェフをパートナーに、ルイジアナ、ミシシッピ、オクラホマなど、ミッドサウス地区一帯をサーキットして、マグナム TA、テリー・テイラー、ジャンクヤード・ドック、ジム・ドゥガン、スティーブ・ウィリアムス、ロックンロール・エクスプレスなどと対戦した。1984年下期、ビンス・マクマ・ホンジュニアの身体成果で、 全米進出を行っていた WWF と再契約。フレット・ブラッシーを再びマネージャーに迎え、ハルクホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に戦する一方、サージェント・スローターとのベース構想を開始。スローターの WWF 離脱後は、アイアン・シークとの反米コンビでタック戦線に進出、1985年3月31日の レッスルマニア第1回大会で、バーウィンダムとマイクロトンドの US エクスプレスを破り、WWF 世界タッグ王座を獲得した。その後も長きにわたって、WWF を主戦場とし、リング上でソビエト連邦国家を斉唱するなどして、ブーングを浴びた。シークがドラッグ問題で解雇されてからは、ボリス・ズーコフを相棒に、ザ・ボルシェビクス。 ザ・ボール・シャビックスなる共産タッグを結成。しかし1990年、ソビエト連邦の崩壊による冷戦終結を機にベビーフェイスに転向する。一転して、新米派になり愛国者キャラクターとして、抜群の会場人気を持つジム・ドゥガンのパートナーを産むた。同年、湾岸戦争の勃発により、ヒールとして w WF に復帰した。 サージェントスローターとの全悪逆転構想もスタートさせている。1992年に一時 WWF を離れてインディ団体に上がっていたが、1994年にロシア難民のギミックで WWF に復帰。テッドデビアスに金で買われた所有物としてデビアス率いるミリオンダラーコーポレーションに組み入れられるが、すでに体力的に全盛期を過ぎていたこともあり。 短期間でフェードアウトしていった。セミリタイア後は二千一年四月一日のレッスルマニア X7 で行われたギミックバトルロイヤルに出場。二千五年には長年にわたる功績を称え WWE 殿堂に迎えられた。二千十年十一月十五日にはオールドスクールエディションと銘打って行われたスペシャル版のロウに出演。ブラジミール・コズロフと共にリング上で ソビエト連邦国家を成章した。2018年7月29日、脱水症状を発症して治療入院していたメリーランド州の病院を退院後に死去。妻によると心臓病を患っていたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。